うバイ一日警察署長。衣食上武田真彩様、福井県越前警察署一日警察署長を委嘱します。平成26年7月28日福井県越前警察署長警視西野正弘、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。しますには一日警察署長として防犯交通安全のために活動していただきます。武田真彩一日警察署長から報告をひと言お願いします。おはようございます。おはようございます。エイベックスアイドルストリート常務の武田真彩です。今回は一日警察署長という、とても名誉のあるお仕事をさせていただき、本当に緊張しています。私は福井生まれの福井育ちの15歳で、ここ越前市の竹吹区人形にもよく遊びに来ていたり、本当に笑顔あふれる越前市がこれからも続いていくように祈っています。私はジムというグループに所属しているんですけど、ジムはダンスも歌もエンターテインメントとして人々に笑顔を与えられたらいいなと思います。警察の皆さんも人々に日々生活を守っていただき、皆さんの笑顔が続いていくようにこれからも応援してください。ジムは、ジムはガールズエンターテインメントミクスチャーという、といって少女たちのエンターテインメントの集合体という意味のほかに、宝石という意味もあるんですけど、今日はぜひ所長さんにジムポーズというポーズを一緒にやっていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。わかりました。Do you believe の、次の I believe でやらせていただきますので、今日暑い中大変ですけど、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん暑い中お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。以上で通常点検を終了します。続きまして出発式を行います。ますので案内のもと移動をお願いします。後方移動を移動してください。どうですか？いやもうなんか緊張しました。なんか自分がこんな立場に一日だけいることがすごく不思議です。友達も見に来てくれたりとか、ファンの人もどっから見に来てくださったりして、すごい嬉しかったです。一日頑張ってください。はい、今日は福井県の越前警察署で、一日警察署長をやってきました。じゃーん。今日はもうすごい決まった時からずっと楽しみにしていたんですけど、もうコスチュームというか制服も本物の
制服だったんですけど、あのここになんかバッジみたいなのがついてるんですけど、それはもう本当の所長さんしかつけれないようなバッジをつけたりとか、もう本当に貴重な経験をさせていただいて、もう本当に嬉しかったです。それであの台の上に乗ってこうやって敬礼したりとか、あのあとは交通安全のキャンペーンで、あの車で来た人にあのハンカチとかあのチラシというか、あのキャンペーン あの交通安全のこととか書いてある紙をあの一人一人渡したんですけど、その時に ありがとう頑張ってねってたくさんの方が言ってくださって、それですごいなんか勇気ももらえたし、なんかもっと頑張ろうって思えたし、あとはその交通安全もなんかちゃんと守っていかなきゃなって思いました。あのファンの方もたくさん来てくださったし、あとは学校の友達も来てくださったんですけど、福井県民の方、越前警察ら辺に住んでる方もすごい見てくださっていたので、自分をアピールできたんじゃないかなって思います。これからも、そしてなんかまた越前警察署で一日警察署長ができるように、もっとあのしっかりした大人になってからまた来年ぐらいに来たいです。はい、今日は本当に貴重な経験だったんですけど、すごく勉強になりました。金沢の英語講座でございます。先生よろしくお願いします。よろしく。先生よろしく。よろしく。よろしく。あ、違う、よろしく。はい、じゃあ今日は ABC の歌の練習をします。お願いします。先生はこちらに帰ってきました。先生、じゃあ見本最初見せてください。ちゃんと歌を歌ってください。チャンチャラチャンチャラチャラチャンチャンチャン。はい、エビシー。早いです先生。 I just got an A Oh thank you Anastasia VWXYZ の分。ちょっと待って、ゆっくり、せーの、エンデンスンデンウンヤホンデ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 ンヤホンM さ、交換してあげそう。あげようや。あげそう。あげそう。
2個もいらないやで、いや1個でしょ。ゆうきも好きなのは分かるけど、ゆうきもいつも思ってんだけど、歌聴いたらいつもこの辺が一緒。はい、みんなで来ますよ。せーので、エンビンシンビンインエンジンセクシーなやつ。それお前でエンビンシンビンオーフィンキンアンエンビンシンビン VWXYZ アンペー。ちょっとオーフィンキンオーフィンキン、ちょっと新しい、ちょっと新しい。これが見てね、これが ABC の森岡さん、はい、正しいのを書いてもらっていいですか。どこじゃ、赤で正解。じゃあ、じゃあ森岡先生でもさ、合ってるよね、うん、ほぼ、ほぼほぼ惜しい、ちょっと多いんちゃうかな。そう、多い。アルファベットは全部で何文字だったっけ。12文字50。それ日本語じゃなくて惜しい。スカカカさん、Oh yes! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 L,
ダメだこれ。わかりましたか？じゃあ読んでみよう。これを？うん。あ、こんなの知らないの。お台場新大陸目覚ましライブ本番直前です。イエーイ、イエーイ、めっちゃ熱いよ。めっちゃ熱いよ。お台場目覚まし We are just a couple people who love you.
シャシャ